これは、これ、ヘアギンガメだと思うけど、スキップします。うわー、だから言ったじゃん。あれでしょ、多分、ヘアギンガメ、ローローの雪風、超人でしょ、多分これ。やってみます。先生、ティアさんのミジンガじゃないの？違うわ、銀河メお前先生と一緒にいただろさっき。でもな、変わらんかったかな、自主点はな。マットメイトやりたいんですけど、聞いたよ。わーい、わーい。いけるかな。あ、無理だね。配電盤待機してたのに。内部です。よくよく考えてこの船やばいんですよ。メイン。ああ、もう。もう。もう。そのままダイレクトに行っちゃおうかな。お、いいじゃん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 。いきなり自決するのも面白くないから、うわー、内ボスだ、内ボス、内ボすぎ、そう、江戸塚のアルキのせい、あれかんないよ。先生、先生、先生さんが死んでる。超直近だと思います。直近だと思います。15秒あたりで、ラウンジですれ違ってます。そうですね、杉山さんバイタル見れてますか？見れてはいるけど、2秒前には死んでたってことだけしか言えないで、はい、はい、なので、はい、なので、ジュリアシネトキマモさんは無理です。ジュリアに無理だね。あれ、今ミーティングいたの誰だっけ？佐藤さん、桃天、あ、桃天さんか、桃天さんだね、うん、この3人は弾いていいんじゃない、その、ミーティングが、ミーティングがね、佐渡、桃天、雪風、ありがとうございます。え、誰と誰が弾けるって言った？黒から紫を弾きます。あ、黒ができないと思い、あ、できないわ、できない、できないけど、黒ずっとあれかなと思って、現実さんじゃ見るのかなと思って、灰色、3、水色は水色を展望デッキでダウンロードして今アップロードやってたって感じだったんで、ずっと左下にいたんです。展望でそのまま、展望デッキでダウンロードで、展望でそのまま下行ってアップロードって感じですか。はいはい。じゃあ、青銀画面。グレー銀画面は、小見分け少しした後に、黒のジュリアンさんと一緒にファイターを見ており、その時は誰も死んでませんでした。その後が、エレキです。最終がエレキの天気。なるほど。だからジュリアンさんして俺が弾けるかどうかは微妙ですが、まあ、やや厳しいぐらい。青さんはどの青さんは、青さんは、青さん、あ、僕、うん、そうです。あ、僕が診察した、最終診察で、アーカイブラウンジ、貨物の金庫やってから診察行って乗ってます。で、その際、ラウンジの時にすれ違ってます。ラウンジの時にすれ違って、13がラウンジですれ違ってて、アーカイブ方面に行ってるってことすれ違ってる。そうですね、アーカイブもしくは、まあ、そのままシャワーか昇降機あたりには下にあるんじゃないかなと思ってます。え、それってすれ違ったタイミング？あ、ジュラさんもすれ違ってますよ、それ。はい、一緒に。ときまもさんも含めてほしい。じゃあ、ときまも視点って青さん蹴りできない？
まあ厳しいとだけは言っとく、あのベントだけは使えるかなっていう。そんぐらいかな、ベントだけ。ごめんなさい、整理したくて、ときまもさんとあおさんがじゅんさんとラウンジのあたりですれ違ったのは何秒くらい前ですか？だいぶ時間あると思います。15秒とか15秒、そんな前か。そしたら、さっき私が、銀亀さんやや厳しいと言ってましたが、それは撤回します。もし、じゅんさんがアーカイブシャワーと流れて、エレキの近く、まあいいや、その辺まで来てたら来ちゃうかなと。いけそうだね、確かに。はい、多分普通に来ると思います。まあ、で、あと、せいせいさんどこに？最終は展望デッキの、奥かな、ベントタスクしてる、僕が。シアニキを石油のアップロードに置いて、僕が石油キッチン展望って言って、石油キッチン館の扉を開けたときに閉まって、キッチン展望の扉を開けて終わりかなって、ベントタスク。ユクトさんとのお互い死人はないって言うんですか？そうですね、あの展望でアップロードを開いて。あ、先っちょにいたら見えないもんな、確かに。はい、あと、そういえばさっき言い忘れたんですけど、あのコミュ直したのユクトです。そうだね。アオさんって最初アーカイブで言われて何をやってたんですか？多分アオさんあのキルあったらエンジン分けじゃなかったかな、一緒に。あ、エンジンか、エンジンだ、エンジンだ、はい、エンジンか、どうやってたの？エンジンってない、エンジン分けで、その後私は金庫行った時に確か右行ったかなって感じはしたので。あ、多分キルカメさんに質問なんですけど、ウサを直した人物でユベルさんが弾けるのってなぜですか？死人情報から逆算して、だってゴメサボ治った後ってリベルさんって誰にも見られてないんでしょ？切れると思うんです。イグドさん以外ゴメサボ治した人がいないのであれば、ジュンさんの最終死人的に距離的に難しいかな。あ、ゴメサボ中にその辺で見られてる。そうそうそう。あ、なるほどね。その CM からここら辺まで行くのが分かる。ちなみにシアニキはどこにいる？これは最終キッチン。でも混み直った後は右から多分サウニキさんと俺で表面でメインからエンジンに入ってってるから。そうだね。だからメインはあの端って行ってないんじゃないかな。私はそのまま配線してるしエンジンで。なんか右側だと思うよ。ほんと。てかまあ、あ、いや、じゅんさんはね、右側であってるよ。俺、カメラ見たとき、右で見たとき、やってるの。ってなると、もう左側にいるやつ。俺にこれ人入ってるのかな。でも、銀亀さんが再ヒットだからじゃないですか、今日は。いや、再ヒットとまでは。再ヒットではないけどね、ヒットというよりは、よいしょ。よいしょ。繋がったかな？はい、です。はい、最後です。最後です。誰が切れます？そしたら右だとしたら。ときまもさんとあおさんがどれくらい前までお互い死人があったのかによると思います。黒目線とか。あ、でもあれでしょ、あの今あの第三者視点の話言うとさ、ときまもさんとあおさんが右回りに来てる動きで15秒ぐらい前に、なんだっけ、じゅんさんを見たっていう話なんだよね。
ラウンジで、はい、ラウンジあたりってことでしょ、はい、そこからだから逆算して動ける範囲っていうところを2人の動きと逆算したときにアーカイブシャワーメインでエレキいけるかどうかっていう話がさっき出てたから成績はヒットっていう形なんじゃないかなと思ったんだけど、そうだと思うよ、でしょ、ただそれだけの話でしょ、だけの話だったんだけどね。結局容疑者位置ってどこなの、右だと、まあ、銀亀さんまず1人でしょ、うん、で、まあ、あとウピーチのシア、セイセイセイ、うん、まあ、でもリベルさんも正直な感じ、うん、リベルさんも100人だ、リアニキ切らないと思うけどな、あんなセキュリティでダンシングしてたから、まあ、でもそうなんだ。何を撮ってたの、まあ、それはいいとして、ただでもさ、その前走ってるのがセイセイ君ってことなんだよね、死人はないとしてもさ、シアさんより成績はできないと思うけどな、どっちかと言って話聞くんですか、ドア情報合ってたのかな、キッチン今のため見てないから分かんない、シアさんはキッチン入った時ってドア開けたんじゃない、まあそうだよ、セキュリティからキッチンの扉開けて、だから成績君の言ってることって正しいんじゃない、いやだって俺成績君もそもそもセキュリティの俺アップロードやってから見てないから知らないよ、そっちに行ってるか、うん、まあ、それは逆もしかり、逆もしかり、そうそう、だからお互いは弾けない、弾けど切らないとは思う、あれ先生さんって最初に知ってたっけ、弁当のタスクで、先生さんって、まあ、当然、シアさんを置いていってるはずだから、その後にドアが閉まってることになるんで、あ、そうだよ、言ってるね、言ってるね、そんな感じ、成立はする、それはだって、シアさんが開けてるんだから、成立するんだから、まあ、俺はエレキで行ったからね、シだってキッチンに入ったぐらいで扉閉められてるでしょ、生成君して、うん、なんか言ってましたね、生成さん開けてしまったっつ、うん、コミュなってからも時間あったから、あ、そこそこで、あ、全然あったよ、うん、これ AQ 入れるやつ、あれちょっと名乗り出てほしい、あ、これ俺が入れてる、あ、シアさんが入れてた、うん、ボタン押したんだよ、ね、ジュリアンさんは停電前にメインに残してる、言ってることは合ってると思う、うん、ね、多分ね、生成さんの指定より前の話はなるけど、メインホールのアンシスタスクに、ね、結構序盤に入っていってる、うん、で、でその後それ、銀亀さんとその生成さん的に何秒ぐらい前、それってもうだいぶ前、結構前なのかな、話聞く感じだと初手脇ぐらいってことでしょ、それっぽいね、序盤っすね、本当にからエレキ降りてるかどっち行ってるか分かんない、ね、エレキに関してはグレーギンガメが否定します、残りのガチャガチャタスクをやってで停電になったとほぼ同時にサドニキセキュリティから来てるでしょ、エレキの、そうだね、合ってる、ただメインに合ってるでしょ、だから、うん、いや違う、とね、あのバイタルのドア開けてる、あ、そっちなんだ、あ、OK、まあ、それはグレーギンガメが合ってる、銀亀さんに聞きたいんだけど、銀亀さんってジュリアさんがどっちの方向から来たか分かる、ね、エンジン方面から来てると思う、あ、じゃあ右に直しに行ってんじゃねえかな、シャワー開封って出れば、あー、脳天が直してますね、脳天が直してます、あ、だと思いますよ、どこで直った展望デッキ、あー、雪風がね、雪風がキッチンのバーガーではまってて、うん、で直しに行かなきゃと思って展望の方に行ったら桃天さんがすでにいたから、あ、雪風さんはできないです、私一応展望でアップロードしてからそのままキッチン上行って、そうそう、なんかバーガーやってるの分かって見てから停電になって私が直しに行ったから、うん、あの隙間も時間も佐渡はどこにいるの、私最終、宿舎、違う、エンジン立て通路、カゴさんがね、直前ってわけじゃないけど、ミーティング置いてってるから、ユグドさん、ユグドさんって貨物から来た、はい、貨物から、で、シャワー止める、
シャワーの方までは行ってないです。アーカイブになって、あの停電になったんで、あの貨物の方に戻って歩いてたんで。シアサドは？シアサド。俺はアーカイブ。俺は金亀さんとすれ違って、バイタルついてるね。バイタルのドア開けてる。開けた。あ、今日終わった。メインに上がってるかどうか目やけど、少なくとも天気になって待ってるので。先生くんどこでしたっけ？僕はコミとエンジン間の間ぐらい。停電開けてボタンを押そうとして、メインエンジン、コミ、コックピットコミ、エンジン。まあ、だから次って輪を見てる。生成さんはシンプルにキスだし。まあ、やっぱ生成銀がメローラーかなと思ってるけど。あー、でも仕掛けるのはここしかないと思う。わからん。できるも合わせると俺視点はね、俺がクルーだから言うけど。まだいけるか。まだ間に合うかな。まあまだ。ドア見てね、ドア見てね。ローラーくんだったらもう。ミッドドア開いてる。サードさんと繋がれないんだよな。内部。はい。内部。あ、そうだと思うよ。俺はだって時間も煽ってラインでしかないと思ってるから。え、ジェリアンさんとも死人があるんでしょ？一応、あるあ、ジュリアンさん？ジュンさんの方で行ってください。ジュンさんの方。いや、ジュンさん、いや、違う。あ、そう。ジュンさん、いや、だから、ジュンさんの死人がアーカイブラウンジで、ラウンジからアーカイブに行ってるのを死人にした上で、ジュリアンさんと合流してるんでしょ？チアニキからね。私が、こっちがね、私が。ジャニスからローラー提案されるのはちょっと微妙いな。ジャニスと一緒に行けるできるでしょ。いやだから俺がクルーだから、俺視点うちのがクルーだから、マメ先生をローラーすればいいと思ってるよって言ってるね。それは多分3人目線はお互いそうなの。お互いそうじゃないね。僕視点もあの LINE 来てなのか分かんないけど、時間さんがなんか自分の近くによく来ているくじがある。さっきのミーティングの時もあの僕が先にいて、でその後に時間さん見かけて、違う先は私で、あれそう、まあ、でも私でもいいぞこのスキル難しいって思う。でもミーティングそのまま降りて、であのジュリアさんさっき死にってありましたっけ。ジュリアさんはメインの暗室タスクに至って多分ジュリアさんは暗室タスクからエンジン側に向かってるか、シャワーアーカイブライン。でもエンジンから来てるんだ、エンジンから来てるっていう銀亀の情報をせいにするんだったら、多分シャワーアーカイブかエレキの方に行けると思ってるのね。エレキだった場合は俺はほぼ人外になるからないんだ。そうエレキだった場合は銀亀がほぼ人外だと思ってるし、メインシャワーアーカイブって言ってるんやったら俺かユグロさんになるかなって感じ。僕は一応サドニキがエレキ食らってた場合って一応なくはないからな。それがあれもつくとか、あ、消防機のつくつくね、このターンね、右にありました。で、ハイロギンガメが右から左に移してます。なるほど。なんで、右で、ああ、そっか、だったらないのか。あ、ジュリアンさんが死んだターンも、あの右にあります。じゃあ、なんでも、銀亀さん難しいかなって思う。サドニキで銀亀さん見てます。あ、俺は見えてるよ。見てるでしょ。じゃあ、銀亀さんも難しいと思うけど。あと、ジュリアさんの死人僕から出るはずなのに、そんな分かりやすい気がするか、銀亀さんの。左に来てた場合、なんか今、右に来そうな気がするわな、確かに。その位置だったら。あ、そう。左はもう聖戦さんになっちゃうけど。左だったらリベルさんって今、ドア見てくれてます。そこ空いてますね、今の。エンジンのところでしょ？エンジンのところ、空いてるでしょ。左は空いてたよ。それ僕が開けてるか、左にいた正面になります。時間もさん釣りに行くのもありだよね。ねえねえ、佐藤さん。あ、間違えた、行き過ぎた。
これ銀亀打ったな。違う？銀亀さん。いや、シアさんだと思う、これ。何が状況教えて、教えると、通信コムサバ入ったじゃん、入ってましたね、扉を俺とユグドさんで開けたんよ、うん、でそのタイミングで銀亀が後ろから来て、時マモさんも来て、あと一人誰かいたよね、いなかった、イビルさんじゃない、私と、はい、私銀亀さん、シアさん、村、あ、じゃあこの4人だわ、この4人がこのサボの前にいる、通信室の扉開け、通信室の扉ね、はいはい、うーん、ね、で、トキマモが最後に来て弾け飛んだ、俺してますを見えた、だから多分撃ってると思ってるんだね、トキマモが撃ってるのか、え、撃たないでしょ、撃つ理由なくない、でも、いや、確かにシア銀亀が容疑者だから発砲する理由にはなるけど、あ、そう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 、理由はあるけど、あの位置で発砲は正直なかったの、だってだってさ、俺だけ、ドア開けて動いたら、パチンってなって、あの、半分になってたから、あ、そう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 、発砲してるっぽいな、これ、多分、うん、そう、なんか、銀亀さんに撃った感ある、配置、いや、そう、俺もそうだと思うよ、あー、ほんとね、俺とユグドさんが入った瞬間ぐらいに、後ろから銀亀が来て、その後ろトキマモが来て撃ってると思ってるから、俺は銀亀に撃ってると思ってる、でもさ結局、はい、ごめんね、あの第三者視点で言うと距離が分からんからね、そう、うん、本当にシリフなのっていう思うし、俺は自決の方が多いと思っちゃう、あ、そう、分かる分かる、あ、そっちね、あ、そっちでもいい、崇拝、崇拝者だから、そうだよ、それもある、あ、じゃあそれもあるわ、じゃあシリフ一回で、シリフいます、切られてる、あ、じゃあセリフで撃ってるじゃん、でもセリフで撃ってる場合って銀亀視野の 2容疑者がいるところに撃たないと思ってる、そうそうね、普通だから銀亀で自爆したか分かんないから、多分リベルさんがいたからモーション見てくれてるっていう判断かも、あ、そうだとは、ドアが開いた瞬間ちょうど下半身立ってたから、これは俺ら視点からすると俺もそうやし、時まもに言ってくれとしか言いようがなくて、そうですね、これ自決のパターンない、自決はない、自決の場合は割り切りはもうない、ジュリアン、ジュリアンが死んでるってこと、もう割り切り、これは、なるほど、え、待って、これさ、釣り、え、どうする、2番面だけど俺ね、あ、ないとまずいな、でも俺視点銀亀で撃ってるんだったらほぼ正解やと思う、なんかね、視認情報をコントロールしてるような気がするんだよな、ちなみにこのキルブックできないですよ、あ、このキルはできないの、間違いない、ただ2ターン目のところで、ね、視認をコントロールしてる感があるよね、あぶねうん、待って、これ僕が決断だと思う、誰か、誰か、ちょっとこのさ、面白くなってまいりました、さあ、面白くなってまいりました、さあ、面白くなってまいりました、よいしょ、さあ、面白くなってまいりました、このキルは正直忘れたのか、僕も飲めないわそれだったら、これキルで多分しかしたら今ので多分こっちがっていう風に白置きはできないと思うよ、結局座れてるのが、うん、前の方にいる人に座れてやってる可能性もあるからね、シェルファンから目で釣り寄ってくるんだったら僕はその二進街まで送っちゃうよ、僕は自決の方があると思ってるから、崇拝者6票しか入ってないんでしょ、うん、石屋に入れたの、ちなみに石屋に3に入れたのオレンジ1票、オレンジと石屋に入れてます、青ね、あ、銀亀さんに入れたのよね、雪風、雪風さんね、うん、で、先生君に入れたのか銀亀桃君、銀亀桃で、ね、じゃあこの2人、白と水色が入れたよね、あ、じゃあ水色はスキップ入れた、あ、いや、先生さんに入れようとしてギリギリすぎて間に合わなかった感じがあるかもしれない、指は出てます、ね、ないかな、スーパーだった場合、いや、シリフィーが正直だったらもう見えちゃったから、私ね、じゃあちょだい、見た人たちの話はとりあえずいいんだけれども、他の人、見てない人の判断で言うとどうなってるかがわからないんだよね、
だから結局そこはフラットなので切ってる切ってないっていう風なのはあくまでもそこにいた3人の話だけであり、なおかつその誰に吸われたかが自分たちが分かっていない以上、これは多分誰がっていうのに知ろうきゃできないよ。できないできないできないから、もう僕はこの時間でジュンさんとジュリアンさんから誰を釣るかを決めたい、はい。だからさんの中でできるのって結局ヒットが銀亀さんでしょ、まず。いや、そもそもヒットというか、ジュンさんからは一回行ったはちょっと難しいんだけども、なんかジュンさんの秒数をした指示の秒数が長かったので一回撤回されてる。で、シアさんが確かあれだよね、キッチン入り口あたりだよね。そうだね、セキュカルキッチンあたりでしょ。そうでしょ。で、その奥にセイセイ君がいるって感じでしょ。まあ、そうそうそう、うん。で、リベルさんがアップロードでしょ。アップロード、はい。で、僕と桃天さんと雪風さんがミーティングでお互いに、うん、で、うん、で、で、ね、で、青さんがどこだっけ、最終審査から審査審査だよね、カトカトとして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 銀亀さんをすり抜けてシアさん、青さんって考えると、多分その3人の誰かになるんじゃないかなって1キロ目って。え、俺先生さんって言うのは僕たち、俺を僕ね、俺リベルさんはありに過ぎたから、ごめんごめん、シアシア銀亀で釣りをしてきてると思う、これ。自爆で。いや、これ。僕好きな釣りだよ。ごめんやけど、俺はね、もうね、ダメか。お、あのね、あ、マジで。無理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 。いや、多分みんな分かると思う。これ2位になるのはしょうがない、はっきり言って。お前。これはね、そうなるよ。そもそもの話。もう僕はこれでいいよ。あーだ。あー。これあ。シア銀亀だと思うけど。スキップします。うわー、だから言ったじゃん。あれでしょ、多分シア銀亀朗朗の戦で超人でしょ、多分これ。いや違います。生成シアさんの二人会じゃないの？違うわ、銀亀、お前生成と一緒にいただろさっき。ちゃう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 。俺生成さん2キリ目の巡査の心理情報が出た。ジュリアさんの心理情報を操ってると思ったんだよね。違うわ。もう終わってる？サドニキとアオさんに説明するね。うん、昇降機右を直したのが多分生成機で、俺と桃天さんは昇降機右で置いてきぼりにされてます。で、俺と昇降機右からアーカイブ、俺がラウンジ貨物って言ってる状態で、桃天さんがシャワー側に行ってます。あ、じゃあ桃天さん蹴る僕無理じゃん。だから生成君は、うん、だから生成君は多分ゆぐあのリベルさん蹴るに関われんくて、で銀亀生成は通信宿舎側の方にいるから、だからそこでなんで俺に飛んでくるのかがわかんない銀亀生成。サドニキもこの辺いるから左に伝えないのは多分、あ、それはね、モモテンさん知ってるの？モモテンさん多分ね、5、6秒ぐらい前にメインホールとホールの暗室を取ったよ。雪かすさんが人外 CO だからサドニキ青に言うんだけど、あの盤面でシリフ打つと思います？二人外、二容疑者がいて。普通に打たないと思う。打たないと思うし、てか、あの場面で、あの容疑者の2人が僕を釣りにかかってるんですよ。じゃあ、成績入れるわ。銀亀成績。だから、サドニキと、青さんがクルーだと思ってるから銀亀さんに入れてほしい。違う違う違う、生成君言っとくね。雪風さんがスキップって入れた瞬間にサドニキ投票してるから、サドニキほぼ人外だよ。どっかに入れてんじゃないの？サドニキは俺シアさんに入れてるよ。ね、ユグドさんは3秒前に会ってます。
で、まあ、追っかけられてると思って下通路ぐるって言ってるんですけど、それで途中から消えたんで、うん、イベントに引きずり込んだんだね。え、青さんどっちの方が信憑性取れる？僕はシアニキに入れてほしいけどだったら、あ、俺シアさん入れていいよ、なんだろう。俺もシアさん入れたよ。入れちゃったよ。どのシアに入れんだよ。青さん、シアさん、あ、どっち入れた？サドニキ。なんで？なんで？これやば。やばすぎるでしょ。ローカスアップしてるからね。ベントコモリマメから逃げてください。シア銀河メ。ああおかしい。ああおかしい。まあこれでもう勝ち確定だからいいわ。あら、でもなんか65秒もあるな。目の前で切ってました。シアさんが目の前で切ってて、アーカイブシャワーか。これもう PP だからいいよ、シア投票で。インタメが俺の言うこと聞いてくれないから。いや、あれはね、無理だと思う。インタメで俺に。ちなみに時まもさんは僕が切ってます。自爆でもないです。え、セッカーいたの？やっぱ5人目いたのな。あのね、僕が透明化して切ってます。なるほどね。なんか、はい、お疲れ様でした。イビルさんは自分の後ろは忘れてたね。この8人番目の時の8人番目の時に、せいせいさんが最後にやらかしてるの皆さん聞いてましたか？あんだけ釣り場面だっつってた人が、こうする自分最後に、あの、自分はスキップに、スキップに入れますねっつって。じゃあ、そのパターンは俺が。